久保さん。まあ、リスクを知れば知るほどリスクになりますよね。<laughs> 多分、多分何も食えなくなりますよね。そう。なんか、中華料理屋行ってなんか調味料いるじゃないですか。その調味料も価格なんかで作ってると思うんで、<laughs> 一個一個ね。それはオーガニックですかみたいなね。今の調味料はどうやって作ってるんですかみたいない。知らねえよ、買ってきたんだよ、みたいなね。<laughs> 多分ね、知れば知るほど、 あれ、あの、リスクになるって、この、トンチみたいな話ですよね。リスクを知ると、なんや、あの、リスクを軽減できる。いやいや、リスクを知れば知るほど、リスクになるよ、みたいな。だからね、この許容範囲っていうのは大事ですね、自分の中で。うん。で、僕、あの、やっぱね、僕と久保さんが違うところは、僕、ビジネスガンガンやってるんで、 まあその堀江さんの意見もありましたけど、まあ僕もですね、まあ今年年末のドリアカセールスするんですけども、まあそこにね、久保さん、特典を入れるんですよ。特 <laughs> 典<得点>を <laughs>。で、それは対面の特典なんですけども、まあドリアカ今までセールスしてた時に、あの、もう値上げしますよっていうセールスだったんですね。だからこの、去年は40万値上げしますっていうね。 今入んないと40万値上げしますって言ってね。まあちょっと120万アッパーなんで、もうそれができなくなったんですよ。だから何か得点を入れると。で、僕が考えてるのが、まあちょっとね、だいぶコロナも落ち着いてきたんで、鹿児島合宿、ね、億万長者合宿やってますけど、このね、リでやってますけど、鹿児島合宿っていうのを得点で入れようかなと思ってるんですね。で、その時に、僕一応ワクチン打ってますよっていうふうにやったら、まあ安心しますよね。 うん、その、まあ一般の人に売るって。別に久保さんに売るわけじゃないんで。僕一般の対象に売るわけですから。<laughs> どっちがいいですかって。いや僕ワクチン打ってません。鹿児島合宿来てください。よりかは、いやちゃんと一応ワクチン打ちましたよっていうふうに言った方が、一般の人たちは響きやすいですよね。うん。っていう、あの、裏の、裏話もあるんですけど。<laughs> まあそれはビジネスマンですから、久保さんはやっぱ隠居してますから、うーん。 やっぱそれはやっぱ考え方はね違う部分はもちろんありますし。うん。だからなんだろうな。あの、大衆の心理を知って、えー、大衆が求めてることをやるっていうこと。まあ、市場のニーズっすよね。俺はこれが好きなんだ。これがいいものなんだって言っても市場のニーズとマッチングしないと売りづらいんですよ、やっぱり。 どんなに良い,い商品でもね、市場が求めてなければ売れないんですよ。一人よがりになっちゃうので。うん。だからこれって非常に難しいんですよね。だから、いい、いいものを作れば売れる。うん。それは多分ね、僕は間違いだと思いますね。いいものは売れると。いや、違います。<laughs> マッチングしてるかどうかなんで。ただこれはね、もっとマーケティングの話をするならば、自分で市場を作って、自分の市場で自分でその、 あの、マッチングさせていくっていう技もあるんだけども、これはね、結構難しいんですよ。簡単ではないです。簡単なのは、市場の求めているものを提供する。これが簡単なんです。だけど、自分がいいものを市場に、こう、市場を興味付かせる。えー、関心を持たせる。なんだろうな。これは非常に難しいんですよね。うん、できないことはないですけども。うん。だから、まあ、あのー、まあ、いろいろ申し上げましたけども、 なんだろうな。うーんまあ、隠居と陰居、隠居会とビジネス会では違いがあるって感じですかね。そう。だから逆にいいんじゃないですかね。あの、隠居の久保さんの考え方もあれば。だから久保さんは絶対打たないと。で、僕は打ったと。だこの、あの、あの違いが出ていいんじゃないですか。僕もやっぱ最初はね、打たなくていいなと思ってたんですけど。 まあ、いろんな要素を噛み合わせると、これ使えるなと。<laughs> 使えるなと、うん。使えるなっていう。<laughs> そう。まあ、もちろんね、リスクも、あの、打つリスクもありますけどね。まあ、実際に僕、あの、昨日頭痛くて、もう,しもう死ぬんじゃないかなと思いましたね。<laughs> もう本当に頭痛くて。マジか、みたいな。これ、死ぬのかな、みたいな。だから、ちょっとね、 やっぱ、あの、死んだっていうニュースも見てたんで、ちょっと怖かったっすね。うん。でも、本当になんか自分が死ぬのかなと思った時に、また学びがありましたよね。あ、俺まだちょっと死ねないなと思いましたね。うん、なんか、ね、ドリームアカデミア年末セールスするし、あの、<laughs> ま、それはま、セールスしなくてもいいんだけど、やっぱ熟成さんのこと考えましたよね。60歳まで僕やるって言ってるんで、 これで死んだらちょっと、まあ、60歳までね、やりきってその後死ぬのはいいんだけども、なんかその、やりきって死な、死、死ねなかったら嫌だなっていう、なんか、そ、それがちょっとね、思、ふと思いましたね。熟、熟成さんに申し訳ないなっていう。まあ、別にね、僕の塾が、なんだ、3ヶ月とかだったらね、もう別にいいんだけども、一応60歳までやるって言ってるんで、 まあそこまではあの通したいなと思ってるんでそこはちょっとね昨日ふっと思ったことですねあの後悔はないんだけど後悔はないんだけど後悔はないけど責任を感じましたね熟成さんに対しての責任を昨日は感じましたねああここで死んだらあもうサポートできなくなっちゃうなみたいなうんまあ顧客のために死に死にたくないですけど <laughs> あの、死んだら顧客のことを思い、思いましたね。昨日は。ちょっと。久保さん、あ、久保さんは顧客のために死ぬでしょ僕は、僕は顧客のために死にたくはないけど、死ぬ前に顧客のとことを思うっていうね。ちょっと学びでしたね、これは。何を思ったのかっていう。ほんと痛くて、マジで昨日。めちゃめちゃ副作用すごかったですね。うもうなんかね、フラフラだったんですよね。頭ガンガンするし。 だからね、なんかい、今日は普通なんで、普通って、普通が幸せみたいな。あ、普通って幸せなんだな、みたいな。だよね、まあだからね、ね、生きてることに感謝できるというか、普通であることにか、あ、普通であることに感謝の方がいいかもしれないですね、タイトル。普通であることに感謝できるっていうね。はい、まあまたいろんな学びができましたね。はい、いってらっしゃい。